美奈子シェフの一番弟子マキマキです。ランちゃんです。コロナウイルスに負けない体を作ろう作ろう作ろう。免疫力アップ簡単レシピパート5。長ネギを食べるとどうなるの？血の巡りが良くなってお肌も綺麗になるの。そうなんだ。にゃーにゃーすごい。カニと白ネギを使ったペペロンチーノを作ります。冷たいフライパンにオリーブオイル、鷹の爪、ニンニクのみじん切りを入れます。火加減は中火ぐらい。ふつふつと言ってきたら弱火にして、白ネギを入れてゆっくり甘みが出るように炒めます。ポイントはネギが甘くなるまでしっかりと炒めることです。くたーっとこのぐらいまで炒めたら、カニのほぐし身を入れて炒めます。今回はカニの缶詰ですが、もちろんカニのむき身でも OK。 フランスなんかではポワローなんて白ネギを使ってスープにしたりもします。このぐらいになったら茹で汁 90cc ほど入れ、続いて昆布茶を入れます。表示より1分短く茹でたパスタを入れます。水分が飛んでしまったらパスタの茹で汁を足して調整してください。ぐる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 して水分を飛ばしながらとろーっと乳化させます。ではこの先レシピを公開します。日本だと薬味のイメージで辛いイメージのあるネギですが、しっかりと火を通すことでとっても甘いネギのソースに生まれ変わります。ポイントは何？ポイントはね、なんちゃんマヨネーズわかる？わかるじゃ。そう、マヨネーズやドレッシングのように油と水、ペペロンチーノパスタだとガーリックオイルと茹で汁。本当はフライパンを振って合わせることでソース状にしますが、できない時はぐる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 とフライパンを回しながらお箸を回せばだんだんと混ざって合わさってきますよ。本来同時に入れても分離している別々のものを一つのソース状に混ぜることで一体化させるのがポイントです。美味しいペペロンチーノパスタのポイントはとろーんとしたソース状にすることがポイントです。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマーク通知をオンにお願いします。